どうもファーブルです。今日は久々にシーバス長考です。仕事終わりなんですけど、ちょっと光くんのサッカーの迎えの時間まで少し時間があるんで、1時間あるかないかぐらいかな。ちょっとシーバスやっていきたいと思います。前ね、ここちょっと動画にはできてないんですけど、70かな釣った場所なんで、釣れる可能性はあるんで、ちょっとやっていきます。ただね、潮が今ちょっと潮位じゃない水位が少ないんで、ちょっと気をつけながら投げていきますね。なんかね、ここ以前の場所なんですけど、席がなんか今上がってて、かなりこの席から向こうが水がすごい少ない。で、前はね、この堰が上がってなかったんで、結構ね、水が少ない時でも水位が、あっち側、反対側も保たれてたんですけど、全然今、様変わりしてますね。多分すごいあっち浅いんで、この、堰から右側じゃないと、多分、ルアー投げたら引っかかっちゃいます。ちょっととりあえずやっていきます。で、投げるのはこの最近買った、G コントロールっていう結構なんか評判のいいルアーなんで、ちょっとこれ投げてきます。めっちゃ飛ぶなこれ。いや、どうなんやろう、ちょっと分かんないですね。このパターンになってから初めてここ来るんで、ちょっとこれが吉と出るか凶と出るか分かんないです。食ったわ、食った食った。うわ、ちょっと待って、食った食った、でかいよ。さっきちょっとジャンプしたんで、よしよしよし、慎重に。うわ、球をちょっとちゃんと準備しなかった。ちょっと待って、よし、よしよしよし。うわ、結構引くな。ちょっと待って、うわわわ、ちょっと待って、何何何、よしよしよし、うわ、めっちゃ低いんやけど。うわ、ちょっと待って。よいしょ。でかいぞ、結構。よいしょ。よし、オッケー、よいしょ、よしよしよし、わあ、よしよしよし、よいしょ、でかっ、やば、でかいぞ、やりました、シーバスでかい、やりました。ちょっとサイズすぐ測ろう、弱らないうちに。はい、今ねちょっとサイズ測ったんですが、64かな。いや、めっちゃ引いたけど、ランカーまでは行ってないか。
いや65やりました。ちょっと早く逃がさんといけ。いや、やりました、65。いや、めっちゃ嬉しい。いや、2匹目です。去年の11月だっけな。続いてよし、じゃあ逃がそう。よいしょ。ちょっとこの中で回復させて。エラに空気を入れて。ちょっと1分ぐらい待つか。よし、復活したかな。よし、帰っていった。いやー、よかった。釣れたわ。釣れました。結構すぐやったな。10分ぐらいでした、来てから。いや、めっちゃ嬉しい。しかも動画に収められた。前回はね、ちょっと動画に収められなかったんで。あれ、前回と同じだっけ ?65 は。75 やったっけ。いや、65、同じサイズかも。いやー、よかった。ちょっともうちょい時間あるんで、もう何とかしてみます。まさかね、来て、10分15分で釣れるとは思ってませんでした。いや、さすが G コントロールやりました。もうちょっとだいぶ暗くなったな。カメラあんま映ってないかもしれないですけど、ちょっともう15分ぐらいやってみます。いや、結構引いたわ。前回釣った時よりもめっちゃ引いた。前回はね、結構比較的手前でかかって、そんなに多分、暴れ回らなかったんですけど、今回は結構引いた。ドラグも結構出たわ。いやー、めっちゃ興奮した。いやー、にしてもさっき、いや、かかってからエラー洗いしましたね。いやー、やっぱ、シーバスは、あれだ、取り込むまでがめっちゃ緊張する。しかも前回はね、釣りプロが来たんで取り込みはしてもらったんですけど、今回は全部一人なんで。いや、緊張した。いや、さすがにもう釣れないか。いや、まあでも分かんないですね、急に来るんで。もうあと時間的には10分ぐらいですね。最悪です、やってしまいました。こうリールのベールのところにね、ちょっと糸が絡まってる状態で、強く投げてP が切れて G コントロール飛んでっちゃいました。ああ、なんてバカなことやってしまいました。もう今日は終了ですね。せっかく釣れた G コントロールを一瞬で失いました。はい、ちょっとまた来たいと思います。あ、なんか手長エビおる。手長エビおる。まあいいや、それは。はい。じゃあ今日は終了で、いや、65釣れたんで、はい。まあ、とりあえず良かったです。じゃあ、帰ります。